してんの。おい、ゴルフはできたのか。捕まえたんで。時間食っちまった。ったく、時間食っちまった。あんた誰や。キリュウというものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがって、ほんまに。そんないのことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え、あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな。薫がどないしたん。怪我をしてる。どこにおるんや。車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。しばらく寝てろ。
しゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。Yeah!
時間食っちまった。泣かすぞ。時間食っちまった。取らせやがって。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ああ、強そうだな。死ね。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。
親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。そやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああ、いえいえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ、警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか？あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸。どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたが霊とはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメな霊と言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。わかったわね？ああ。
なあ。いや。おい。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うか移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。
Ready, go! KO! You're a tarin! Fight, two, ready, go! Yeah. Okay.
晴らしい、なんという味だ。取らせやがって。
あ、うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。おい。ん？おい。ん？
おい。これは近江高島会や。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用できんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが。だが。おっと、あかんあかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。じゃあ計画は成功したんだな。はい。親父の指示通り軽く怪我させる程度に。玉はどうした。それも手はず通りです。あの桐生って男がバカじゃない限り車内に残った玉からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。でこの後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい。それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いこと共産やっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああそうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんど。合流会の肩も強な真似しくさったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。
まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。おい。せや。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。おい。ええ。いや。おい。はい。
んじゃ俺。なんだよ。覚悟はできとんのか。取らせやがって。おい。ああ。え？ほんまでっか？わかりました。世話になったな。ああ、待てや。桐生一馬さん。どうして俺の名前。あんた、1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは。ずいぶん安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。
戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。郷田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、桐生の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れ取ります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に。この10億カムロ町にばらまいてこい。わかりました。やったらで面白くなりそうや。なんだよ。ったく時間食っちまった。放射員で働くのはやめてうちの店に来てくれないか。ん？ですがもう放射員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料は放射員の倍を出させてもらおう。それでどうだね。え？倍ですか。わかりました。放射員はやめてあなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ桐谷さん。
放射院。ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生。桐生。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあどうぞ中へ。さあさあ。はい。小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの小雪ちゃん。この方写真人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い。はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されたのを見かけたんだ。給料を倍出すか、フォーシャインに行かずうちと。そんどうします。久々にお店結構なんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。どうしよう、セルスタッフがもう一人でもいれば。うん？ん？俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。え、いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ、桐生さん。ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん。いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。
いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また来たよ。お客様。盛り上がっていきましょう。いいんだね。ようこそ。よろしく頼むよ。フォーシャイン。小雪です。いらっしゃい。ようこそ。よろしくお願いします。女の子も困っていますから。いい加減にしろ。そういった行為はご遠慮ください。会計ですね。また来てください。いらっしゃいませ。また来たぞ。いらっしゃいませ。あかんわ。会計ですね。また来てね。いらっしゃいませ。楽しくないか。お客様。気をつけてください。お願いします。限界みたいです。お待ちしてました。お会計ですね。会計ですね。ありがとうございました。盛り上がりいらっしゃいませ。また来たよ。ごめんなさい。
会系ですね。なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん才能ありますよ。お世辞はいい。だがなかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売り上げナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやあ、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよ、フォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？
小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え、でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない、ユキさん。それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょう、ユキさん。よし、そうと決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろっか。いいですね。あれ、行きますよ。わー、すー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね、キリエさんも。次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったの。